さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は、パソコン工房の感謝祭特価販売で、私的に安いなってものを購入してきたので、そちらの性能等を見ていきたいと思います。で、何買ったの？まあすでに見えているんですけどね。今回はこちらの SSD と、こちらのグラボを購入してきました。これいくらだったの？まずは SSD の方ですが、こちらなんと1個3980円だったんですね。税込みでは4378円でした。500GB の SSD としてはかなり安いんじゃないかなと思い、また私が行ったところは、お一人様2点まで購入可能だったので2個買ってきちゃいました。確かに 500GB の SSD の新品相場が、メーカーによってだけど、だいたい7000円前後ぐらいだから、安いっちゃ安いわね。ですです。それからもう一つは、こちらの GT1030 のグラフィックボードになります。こちらはお値段、6980円になります。こちらも税込みだと7678円になるんですが、こちらも普通に買うと1万円ぐらいはするものなので、それを考えると安いかなと思って購入してみました。グラボの高騰が少しずつ緩和されてきてるとはいえ、まだまだグラボ高いしねー。まあなので格安グラボでどこまでできるのかも見てみようかなと思います。それでは早速開封と検証をやっていこうと思います。まずはこちらの SSD の開封と簡単なご紹介。メーカーはバイオスター製で、容量は 512GB。読み込み速度は 550MB/秒、書き込み速度は 510MB/秒となっております。中身は一応こんな感じでした。箱とケースと説明書と SSD。随分シンプルね。ですね。しかもこの箱。これはフォロワーさんに聞いたんですが、ここの容量部分のシールを剥がすと、そこシールになってるの？かなりピタッとなっているのでわかりにくいですが、この下に何やら、120GB と箱に書かれてるんですよね。まあ箱を一から作り直すより、コストはかからないから仕方ないわよね。ですね。それでは実際にパソコンにつなげてみましょう。知ってる方も多いですが、新品のストレージを使う際は、ストレージが未割り当てされているので、ディスクの管理から、新しいシンプルボリュームを作成します。これで D ドライブとして使用することが可能となります。同じように2枚目も設定していきます。これで準備完了です。それではベンチマークを測っていきましょう。時間がかかるので20倍速でやっていきます。前回の M.2 は温度がすごい高く上がったイメージでしたが、SATA SSD は発熱が低くていいですね。ということで結果はこんな感じでした。まあスペック通りのスコアかなと思います。ではせっかくなのでレイドも試してみましょう。シュラララ。では、先ほど作ったボリュームを削除していきます。そしたらここから新規ストライプボリュームを選択し、ディスクを選んでレイドレイにしていきます。これでレイドが完成しました。ではレイドした状態でベンチマークを測ってみましょう。さすがレイドしただけあって速度が上がってますね。前回は最初速度上がらなくて困ったしね。ですね。でもこれ前回上がらなかったマザーなんですが、ちゃんと上がってますね。1枚目との比較はこんな感じでした。上2つのシーケンシャルと呼ばれる連続書き込みは、ちゃんと上がっていますね。ただ通常は、下2つのランダムアクセスの方が使うらしいので、こちらはあまり速度が上がってないので果たしてレイドの意味があるのかどうか。それでは続いて GT1030 の方も開封していきましょう。スペックはこんな感じとなっております。そういえばさ。はい。グラボって GTX と GT って何が違うの？ああ、それは等級の違いですね。GTX は最上級。GT や GTS は上級って意味になります。まあ今 X がつかないものの方が少ない気もしますが、ということで中身はこんな感じになっていました。SSD 同様かなりシンプルな内容物となっております。こちらがグラボ本体になります。ロープロファイル設計なので、補助電源も必要なく、小スペースでも設置することが可能です。裏面はこんな感じ。最近のごついグラボに比べるとかなりシンプルね。ですね。出力は HDMI と DP の2種類となっております。ここら辺は最近のモニターに合わせてるって感じね。それでは先ほどの検証機に取り付けて、スイッチオン。特に問題もなくついたので、NVIDIA からドライバーのダウンロードをして、インストール。GPU-Z で一応確認をしてみます。こちらも特に問題もなく、GT1030 で認識されていますね。まあここら辺は新品だし、特に問題はないわよね。
ですね、ジャンク品だとここに来るまでに色々とある場合が多いですからね。では続いてベンチマークやゲームをやってみましょう。ファイナルファンタジー14。それでは新しくなった FF14 ベンチマークをやっていきます。解像度はフル HD で、高品質に設定しました。なぜか右下がカスタム表示されてるんですけどね。たださすがに FPS がかなりきついなって印象ですね。確かにこの FPS だと結構厳しそうね。下手したら最新の内蔵グラフィックに負けてしまうかもですね。では結果を見てみましょう。なんかもう音も重い。スコアが1965の設定変更が必要でした。さすがに最新のベンチマークではきつそうですね。まあでもこれでもゲームができるかもしれないので、ちょっと試してみたいと思います。シュラララ。フォートナイト。設定はフル HD で、3D 解像度と描写距離のみ最高設定にしてあります。上空のシーンではだいたい30から 50fps 程度出ております。降下時は30を下回る感じですね。着地後の屋内ではだいたい 60fps 前後を行ったり来たり。屋外では 40fps 程度になります。ちなみにグラボの使用率が常に 100% になっているので、グラボ自身はかなり頑張っているかなと思います。結果としては、フォートナイトはできなくはないかなと思います。では次。Apex Legends。はい、やってみました Apex。設定はフル HD のモデルディテールのみ購入してあります。上空時は 20fps 程度。ちなみにこの映像は2倍速なんですが、かなりカクつきが出ています。降下時も 30fps も出ない状況ですね。屋内での行動は、だいたい40から 50fps 程度。やってる本人はちょっと動きが重くてやりにくさを感じています。では再生速度を戻して、戦闘シーンをちょっと見てみましょう。やられちゃいました。ただ、Apex も快適に、までとは言いませんが、できなくはないですね。解像度を HD とかに落とせば普通にできるかもしれません。ということで、今回はパソコン工房のセールで購入した、激安 SSD と激安グラボのご紹介でした。SSD は今後検証機用と配信の録画用として、使用していこうかなと思ってます。GT1030 については、ジャンク検証用に使っていこうかなと思います。これ今グラボの性能が低いとか内蔵グラフィックで使ってるって人に、新たに買うのはあり。そうですね。何をしたいかにもよりますが、お手持ちの内蔵グラやグラボで、軽いゲームがカクつくって人にはありかもしれませんが、ゲームをサクサクしたいって人は最低でも GTX1650 以上のものを、買った方が良いとは思いました。まあこれでもできなくはないですけどね。ということで、ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またね。